日本の皆さん、こんにちは。セーリングスタンパーの上田敦里美です。はい、クラフト関係の Facebook ライブは数ヶ月ぶりですかね。ということで突然思いついて、まあ突然といってもブログでご案内しましたけれども、やることにしました。まずはですね、まだちょっと時間早いと思うんで、まずはですね、恒例の正しいところでやってるかチェックを、パソコンの方でさせてください。しょっちゅうやってないんでね、今。ちょっとね、感覚が、あ、大丈夫みたい。いいですね。OK ですね。よかったです。ライブになっておりました。お、すごい。早速見つけていただいた方、ありがとうございます。ごめん、ちょっとね、フラフラしててごめんなさいね。これね、今手でね、支えてるんですよ。そのうちカメラホルダーに移しますけれども、あ、すごーい。ありがとうございます。ということで、久しぶりなので、ちょっとご挨拶もしようかなと思って、前はね、こういうこっち向きでもホルダーに引っ掛けれたんですけれども、だんだんね、ちょっと前のやり方わからなくなっちゃって、どうやって、もうしょうがない。あ、こんにちは、SN さん。もうこっち向きはね、手で押さえるしかないねっていう感じだったんです。なので、フラフラしててごめんなさいです。そのうち変えますのでね。はい、ということで、すごいです。どんどんライブ集まっていただいてありがとうございます。後ほどまたこれ、YouTube に上げたりとか、それをですね、ブログに上げたりするので、録画で見ていただいている皆様、これはですね、2023年の、5月の、あ、NINI さん、こんにちはです。はい。あ、忘れちゃった。5月7日、4月って言ってた私。2023年5月7日でございます。日本は夕方の6時ということだと思いますけれども、こちらギリシャはお昼の12時ランチタイムでございまーす。あ嬉しいな。コメントも見えるよ。嬉しい嬉しい。はい。今日ですね、Facebook ライブをね、やることにしたのは、またカメラ切り替えた時にね、うまく見えるようになると思うんですけど、今これ反対向きですよね。はい。このね、センターステップカードね、最近ちょっと作ってみたら、結構反響があって、チラチラっとね、これ昔のオンラインクラスなんですけど、もうやらないんですかっていうのはね、お便りいただいてたんですけど、ブログに載せたらね、これやりたいんですけどっていうお便りをね、ガッといただいたんで、やることにしましたということで、その発表なんですけれども、はい、ちょっとカメラ切り替えたいと思います。はい。ホルダーに引っ掛けるんですけどね。ここでね、落としやすいんですよ。ちょっと、もし落としたらごめんねって感じ。ちょっと大きくしよう。よし。はい、ここから、ちょっとなんか角度がおかしいな。調節。調節していきます。なんとなく、こんな感じか。ですね。あんまり近いと全体が見れないですよね。ちょっと引いて。途中でね、揺れたらごめんなさいね。時々出るんですよ。船の中なんで。ということで。はい。いいですね、いいですね。こんな感じ。OK でーす。はい。こちらですね。今話題のセンターステップカード、最近ブログに載っけたサンプルなんですけれども、これ実はですね、数年前にオンラインクラスでね、この作り方レシピをね、まあ、デモンストレーター時代にご提供してたんですよね。で、その時は、まあ、スタンピンアップの製品を私から購入していただいた方の特典ということでオンラインクラスを受講していただいてたので、今そのもう製品がね、購入できないからオンラインクラスってもう受講できないんですねっていうことになってたんですけど、最近ですね、まあ最近というか、1年ぐらい前かな、スタートしたのは、またオンラインクラススタートしていって、で、過去のレシピを再販っていうリバイバルクラスもね、スタートしてるんですよ。
で、すでにたくさんの方に受講していただいているんで、要領が分かっている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、初めて見つけていただいたこの方のために簡単にご説明しますね。まず私のオンラインクラスというのは、作り方のレシピ、まあ、作り方シートと、それからその作り方が動画になったものを購入していただくというオンラインクラスで、作るための、まあ、材料というのは含まれていないんですね。これは新しい新規で作ったクラスも、このリバイバルっていうクラスも全く同じ要領で、作り方とそれからの動画と作り方シートがついているという形となります。で、リバイバルクラスの場合はですね、以前に、作っていたオンラインクラスと全く同じ動画なんですね。なので、その、まあ、作り方を見て、こんな風に、今私が手持ちで持っているものを使って、再現してみたんですが、要はこのセンタースナップカードのリバイバルクラスというのは、この本体のレシピですね。こういう感じになるカードを、立たせられるんですね。ちゃんとこういう風に可愛いでしょ。このですね、レシピを、まあ、その作り方シートと、まあ、サイズとか入ってるんですけれども、それと作り方の、本体の作り方の動画を購入していただくという形なので、動画の中では、過去のオンラインクラスの時に使っていたサンプルプロジェクトの作り方というのが動画の中にも含まれております。まあ、飾り方の例ということで。なので、この、今ご覧いただいている、ありがとうございます。可愛いっていただいて嬉しいです。今ご覧いただいている、このサンプルの作り方自体は、まあ、このデコレーションの仕方ですね。それ自体は動画の中には入っていません。そのあたりはですね、ルバイバルクラスはすべて共通したことなので、私のですね、ブログの、一番上のタブにセーリングスタンパーウェラードさとみオンラインクラスというのがあるので、そこをクリックしていただくと、オンラインクラス自体の、まあ、概要ですかね、受講に関する概要とか重要事項というのが、まとまっております。ちなみにオンラインクラスリバイバルシリーズの留意点としては、クラス動画は過去のオンラインクラスと全く同じものです。また PDF シートも取扱い注意事項などのアップデートを除き、サイズ、作り方留意点、見本写真などすべて過去のクラスのものと同じです。なので、以前、このセンターステップカード、その時はですね、ニードルポイントヌークオンラインクラスっていう名前で出してたんですけれども、それをすでに受講資格をゲットされている方は、新たに購入する必要はありませんのでね、今でもちゃんと動画はね、アクセスできているはずなので、大丈夫だと思います。で、クラスの動画が過去のオンラインクラスと同じですので、動画内でですね、次のクラスもお楽しみっていうふうに最後にそういう記載がある場合があるんですが、リバイバルとして購入されている場合はその回の動画のみなので追加はございません。そして、3番目、先ほど口頭で言いましたが、動画や PDF シートのサンプルプロジェクトは、最初に出した当初のものなので、2021年以降、ウェラードさとみがブログ内で同じレシピを使用した作品の作り方というのはご紹介していません。という留意点がございます。ただしですね、例えば、このセンターポイント、センターポイントじゃない、センター、こんにちは、ヘイチェムさん。センターステップカードの、過去のプロジェクトは、実はこの部分、真ん中の部分にですね、デザイナーシリーズペーパーをね、使ってないんですよ。RE さんもこんにちは、嬉しいです。これね、使ってないんですよ。なので、今回は、特別にですね、作り方シートね、ちょっとアップデートしまして、この部分にデザイナーシリーズペーパーを、この部分ね、この立ち上がってる、この部分にデザイナーシリーズペーパーを貼りたい場合、というサイズ表も付け加えました。なので、一応今までの、過去の、まあ、一番最初に出した時の、センターステップカードの、
作り方シートには、こことこことここにデザイナーシリーズペーパーを貼る場合のサイズ表が書かれてるんですね。それに加えて今回この真ん中を、まあ、もうデザイナーシリーズペーパー貼りたい場合は、ということで、それも付け加えておきました。で、写真に関しても先ほど、まあ過去のシートと同じですよとは言ってますけれども、ちょっと今回ですね、これとこれも、写真を加えて、ちょっとだけね、アップデートしております。まあ、なんて言うんでしょう。飾り方の、例ということですね。こちらなんかはですね、デザイナーシリーズペーパー全然使ってなくって、まあ、ダイカットとスタンプセットね、このね、Nothing's Better Than というスタンプセットなんですけど、これと、それからまあ、それのコーディネートした台を使っただけで、ほら、ね、字模様をね、スタンプで作ってるだけで、デザイナーシリーズペーパーね、全然使ってないんですよ。なので、これ持ってなくっても、こんな感じのちょっと小さめの部品が入ってるスタンプセットをお持ちであれば、こんな感じのね、デコレーションも参考になるんじゃないでしょうか。そして作り方シートの方には、この2つの写真を付け加えただけじゃなくて、もう一個ね、これはブログの方で、今日のブログに、も写真載せといたんですけれども、別のタイプの、飾りの仕方というのも載っけているんで、まあ、合計でですね、4種類のデコレーションの仕方を、まあ、作り方シートの方には掲載しております。なので、まあ、それを見ていただくと、お手持ちの、材料をね、使って、工夫してみるっていう参考結構なるんじゃないでしょうか。で、そしてですね、ちょっとここで、まあ、お断りじゃないですけども、お知らせなんですが、このね、すごく皆さん気に入っていただいて、とっても嬉しいんですけども、これすっごく可愛いから、これそのままに作りたいので、でもこのスタンプ持ってないしということで、これをですね、キットにして、オンラインクラスとか、やってもらえないんですかとか、キットにして、販売してもらえませんかねという、お問い合わせもあったんですが、申し訳ないです。それは全くやる予定はないです。というのは、スタンプしたものをキットして販売するという、キットにして販売するというのは、まあ、スタンプ会社への著作権違法になってしまうので、まあ、それはね、やらないのですよ。やれないのですよ。なので、あくまでもお手持ちの、スタンプセットを使って、ま、台とかでもね、使って、またはデザイナーシリーズペーパーなんかを使って、お好みの皆さんオリジナルのセンターステップカードをね、作っていただくといいと思います。これはですね、スタート地点はね、この A4 のカードストックの半分、A5 サイズを丸々使っているんですね。丸々1枚。なので、すっごい経済的なサイズ展開になっています。つまり A4 のカードストックから2つね、このセンターステップカードね、作れるんですよ。で、センターステップカード自体はね、私が全くオリジナルで考えたものじゃないんですね。世の中にはね、いっぱいあります。なので私のオンラインクラスじゃなくっても、まあ YouTube とかで、ググっていただければ、海外のね、デモンストレーターさんとかが、これの作り方とか出してたりするんですけど、ただ、私オリジナルというのは、まず日本で手に入りやすい A4 カードストックの半分を丸々しっかり使って、さらにサイズ展開が、なんかインチとか何分の何とかそういうのではなく、センチでですね、すごくわかりやすい、綺麗なセンチ展開というんですか？なんか例えば 5.25 ミリとかね、5.23 ミリとかね、そんなのなしできっちり何センチ何センチっていう形のサイズ展開に変えたんですね。一応まあ試行錯誤して変えました。その部分がまあウェラードオリジナルということで、さらに仕上がりもですね、見てください。バランスいいでしょう？これね、ほんと、完璧なバランス展開なんですね。だからサイズ変えりゃいいってもんじゃないんですよ、正直。出来上がりがこういう風にバランスよく出来上がってもらわないと困るので、で、しかも普通のカードと同じような封筒に収まっているので、郵送するのも簡単にできますよ。
ということでございます。はい。もう本当にね、見れば見るほど自分で手前味噌ですけど、めちゃ可愛い。ということで、皆さんもですね、これ作ってみたいなと思った方は、ぜひ、もちろん材料全く持ってないっていう方は、これ材料ついてないので、お手持ちに材料がある方ということになりますけれども、オンラインクラスリバイバルシリーズ、明日5月8日から、販売開始となります。リバイバルシリーズクラスは一律1000円っていうふうにしている、税込みでも1000円っていうふうにしているので、そのあたりまたね、オンラインクラスの詳細をブログの方で見ていただくと分かりやすいかと思います。まあ、ざっと軽く流れをね、ご紹介していきますと、まあ、オンラインクラス、材料がついてないということで、作り方の、リンクをお送りするってことになりますよね。なので、まあ、実体がないということなので、じゃあ、そのリンク、送ってもらったはいいが、見れなかったらどうしようっていう不安もね、あるかもしれません。そういうことをなくすために、まずはオンラインクラス、申し込みたい方、お申し込みフォームから、どのクラスを申し込みたいっていうのを、まあ、ピッピってチェックしてね、送信してください。その時点では、課金されませんので、ご安心くださいませ。その申し込みフォームを送ったからといって、受講申し込み完了じゃないんですよ。まず、申し込みフォームを送っていただいたらですね、私の方から、まあ、大体送っていただいてから稼働日、まあ、週末を除いて2日か3日以内に、受講要領という、まあ、受講の説明の仕方とか、受講料の払い方とか、そういったものを説明した PDF のリンクをお送りします。PDF のリンクをお送りします。ですか？で、それを受け取っていただいたら、リンクをクリックしてください。で、そして PDF が見れたら、イコール、私のオンラインクラスを受講できる、あ、YT さんこんばんはです。受講できる環境が整っている。皆さんがお使いのデバイスですね。パソコンかもしれないし、iPad かもしれないし、携帯で、やられるかもしれません。要するにそのリンクで、私がお送りした、受講要領の PDF がご覧になれれば、オンラインクラスも受講できるということなんですね。なので、ね、受講確認&オンラインクラス実際ちゃんとできるのかっていう環境チェックもそこで同時にしていただけます。で、その受講要領書の中には、こういう条件で大丈夫だったら、お支払いはこちら、こういう形でしてくださいというご案内があります。で、それを見て、よし、じゃあいいよ、と思って初めてご入金していただきます。で、ご入金確認ができ次第、こちらからクラスリンクをお送りするっていう形なんですね。なので、お申し込みをされても、実際はですね、もう2段階ぐらい踏まないと、実際の、まあ、課金には行き着かないので、ちょっと興味あるんだけど、ちょっとこういうとこが不安なんですよとか、わからないとかあるんですよっていう方、ご安心ください。お申し込みフォームの方にですね、質問の項目があります。あります。なので、そこに、まあ、お問い合わせという形で質問を書いていただいて、で、送っていただくだけでも大丈夫です。なので、お問い合わせもね、同時に申し込みフォームの方からできますので、最後に、きっちりすべて納得いただいてからお支払いをしていただいて、で、それで初めて、受講、受講資格ゲットということになります。なので、こちらからですね、受講案内の、PDF をお送りしたからといって、必ず申し込まないといけないとか、入金しないといけないとか、そういうことでもないです。で、こちらからもですね、正直、お送りしてますけど、入金ないんですけど、っていうことを言わないんで、逆にですね、たまーにあるのは、忘れていて、入金するの忘れていたと思って、こちらから受講要領をお送りしてから、なんか1週間ちょっと経ってからね、お振り込みをしていただくたっていう方、まあ、たまにいらっしゃったんですよ。で、大体受講申し込みあって、もう皆さん数日のうちにダダダダッとあるので、まあ、私もその間は、入金チェック毎日しているんですけれども、さすがに1週間経つと、もう、これは、受講されないのかなと思って、入金確認を毎日私がしなくなるので、
そのタイミングで入金されていてもウェラード全く気づかず、全然クラスリンク送ってこないじゃないかっていうことがありました。過去に、正直言うと申し訳ないんですけど、あんまり時間が経ったらね、こちらは結局入金されてないですよって追っかけてないので、ちょっと時間経ちましたけど入金しましたのでよろしくってお知らせいただけますかね。ご一報お願いいたします。で、入金確認も日本との時差があるので結構ずれたりするんですよ。なので一番は、もしご入金いただいたらね、一言またちょっと短いメールでいいので、入金しましたっていうふうにご連絡いただけると、もうすぐできるだけネットが通じる環境にいる限り、まあ、ほぼギリシャにいる間は大丈夫なんで、チェックしてね、リンクの方をお送りしたいと思いますのでね、そのあたりもしませんが、よろしくお願いします。大体の頻繁にはチェックしてるんですけど、やっぱちょっとさすがに一週間も空くと、もう結局実行されないことに決めたのかなって、こっちも思うので、一言ご連絡いただけると助かります。はい、ということでですね、以上が今回の Facebook ライブのお知らせなんですけれども、お申し込みされたい方、一応受付は明日からとなっておりますけれども、時差もあるのでね、これからで、この後ね、時々もしよかったら、オンラインクラスのお申し込みフォームというのをクリックいただいて、そこに新たにこのセンターステップカードの、申し込み欄が加わっていたら、日本時間で5月8日になってなくっても、お申し込み手続きを開始していきますので、まあ、そのあたりもね、よかったら、時々チェックしてみてください。まずはですね、このブログのですね、セーリングスタンパー、ウェラード里見オンラインクラスというのを覗いていただくのが、ベストではないでしょうか。そこに早速このビデオとともに、この後ですね、このリバイバルクラスのお知らせもこれからアップデートしますので、明日の朝になれば日本時間で全て整っているという形でございます。はい、皆さん、ありがとうございます。ライブご覧いただき、何かもし質問があれば、今ご覧になっている方で質問があれば、この場で聞いていただいても全く問題ないですけれどもね。ブログの方にもお問い合わせ欄っていうのがありますし、なるべくですね、オンラインクラスの申し込みに関するお問い合わせは、オンラインクラスの申し込みフォームからお問い合わせしていただく方が、早く、ご対応できると思いますので、そちらもご利用くださいませ。あと、この Facebook にメッセージいただいてもね、全く問題ないですよ。もし、私とつながっている方、またこの、セーリングスタンパーウェレズ里見の Facebook ページをご覧になれている方は、そこにコメントっていうかね、この動画欄にコメントしていただいても、ご質問していただいても全く大丈夫です。あと、この後これを YouTube に上げた時に、それをご覧になった方、YouTube の方には、ブログのリンクを、このですね、オンラインクラスやってますよっていう発表しているブログのリンクを必ず貼っておきますので、そこからコンタクトをしていただけますし、まあ、YouTube の方のコメントもね、たまになんかね、反映されないこともあるみたいなんですけれども、そちらに、コメントして、質問していただいても大丈夫です。ということで、皆さん、ゴールデンウィークももうこれで終わりかなということだと思いますけれども、はい、こちら、リバイバルクラスとしてセンターステップカードのオンラインクラス再販スタートというお知らせでした。Thanks for watching! Happy crafting!